ゴーカーチャンネル。はい、それではホンダレジェンドの室内空間いろいろ計測してみたいと思います。ではまずはフロントドアを一度いっぱいに開けまして、これぐらい開きますね。そこからまずストッパー位置としては、ここで1個目、2個目がここですね。あ、結構細かくストッパーが入っています。こういう形になっています。ちなみに2つ目のストッパーでどれぐらいの空間が空いているかを測ってみますと、47センチぐらいですね、これぐらい空いているというふうに思ってください。で今は実はシートを一番下に下げてあります。下げてあるとかなり低いですね。やっぱりこの車スポーツセダンというようなところもありますから、低くなっている部分もありまして、一番下げた状態で49センチぐらいになっています。じゃあ今度これを一番上げてみましょう。でもちろんこの車もフラグシップセダンですから、かなり、高級車ということもあってパワーシートになっていますね。で一番上げてみますと53センチぐらいというふうになっています。やっぱりこの幅は広いですね。操作の幅は広くなっています。じゃあ一度一番高い状態で乗り降りをしてみます。あ、意外にですね、一番高い状態でも乗り降りしやすいですね。意外とこうセダンだとシートを一番上げるとですね、このルーフ部分に頭が引っかかったりするようなことが多いんですが、この車の場合はほとんどそれがないですね。まあこの車のメイン市場はそのアメリカということもあってかもしれません。アメリカの大柄な人が乗ってもですね、それほどこう苦痛じゃない、ような感じになっているんだと思います。でまあもう高級車ですから、この車の場合はエンジンを、まあ、一回やってみましょうか。エンジンを一回かけますね。でそうしますとまず、今はちょっと登録していないのであれですが、実際に自分のポジションに登録しておけばそのポジションに、動いてステアリングも動いてくれます。で今度こう切りますね。そうしますと乗り降りがしやすいようにシートは下がりまして、乗り降りがしやすいようになっていると。まあこのあたりはやっぱり高級車でとても魅力的な部分だと思います。スポーティーにしたい場合は低くすればそれなりにこう地を張ったように乗れるし、乗り降りしやすくするためには高くしてもここに引っかからない。なかなかこうパッケージングもいいですね。なんかホンダらしいところが見えて、ちょっとこう嬉しい気持ちになりました。はい、ではレジェンドの後席ですね。まあこういうフラグシップセダンは後席も大変重要だと思います。じゃあまず一度ドアを全開に開いてみましょう。ここが全開位置です。ここからストッパー的にはここで1箇所目、2箇所目は特にないですね。後席はまあ1箇所の車が多いんですけれども、まあ、そういう風になっています。まあ、やっぱり長い車だけあって足元空間かなり広そうですね。まあ、その前にシートの高さを見ておきましょう。ちょっとこのシートの高さを測るのが測りにくいんですが、まあおおよそと思ってください。まあ57センチぐらいかなという風にお考えいただければいいと思います。じゃあ実際にここで乗り降りをしてみましょう。はい、あ、やっぱりあれですね、ここのまあ空間も広いですし、あんまりこう引っかかるようなところがありませんね。若干ここの部分が少しこう流麗な形になってますので、ここで気持ち引っかかりますけれども、まあ、それほど大きな問題にはならないかなというふうに思います。でこの足元空間ですよ、これがすごいですね。これちなみに前席は私のポジションに合わせてあります。20センチ、21センチぐらい空いてますね。やっぱり高級車ですから、このあたりのゆったりとした作りはなかなかよくできています。で、中央部からはアームレストが出てきまして、実際に閉めてみましょう。気持ち右側がちょっと低いかなという気はしなくもないですね。もう少し右が高いといいかなと思うけど、まあ、
それほど気になるほどの差ではないので、そのあたりはまあいいかと思います。で、もうレジェンドも本当に高級車ですね。後ろで様々なこう操作ができるようになっています。センターのアームレストのところに、音楽のボリュームを変えたりだとか、エアコンの温度を変えたりだとか、リアのサンシェードをこう切り替え、出したり閉めたり、するようになってたりだとか、非常にこのあたりも、もう本当にこう高級車になって、すごい部分になってますね。で、嬉しいのはやっぱりこのサンシェードがこう出てくるのと、こっち側からもこう見えますかね。ここからも出し入れをすることができるんですね。これ面白いですね。こっちを上げると同時にこっちも出てくるという、これはなかなか今まであんま見たことないですが、こっちとこっちは大体別になってるんですけれども、こっちを上げれば一緒にこっちも出てくるっていう、これこういうの地味ですがなかなか面白い部分ですね。で、シートの座り心地なんですが、やっぱりこうふんわり柔らか感が強いですね。で、中央部が結構こう盛り上がってるもんですから、しっかり体もサポートしてくれそうな印象がありますね。で、中に乗って頭上空間はまあ、手のひらが2枚もうちょっと入りますね。2枚プラスアルファぐらい入りそうですけれども、まあまあやっぱりこうゆったり乗っていただくことができそうなのは、フラッグシップセダンの重要な部分ですから、そのあたりはしっかりと、クリアできているなというふうに思います。では引き続きトランクを見ていきましょう。はい、ではレジェンドのトランクルームを見ていきましょう。キーを長押しすればですね、このようにして電動で開きます。で、これは中にダンパーですかねが仕込んであるということもあって、トランクリートも自動に開くという、便利な機能がございます。では、いつものようにですね測ってみましょう。荷物を上げるのはだいたい70センチぐらいですかね、上げていただくことになります。入り口がまあちょっとこの形状が難しいですけれども、だいたい95センチぐらいというふうに思ってください。中の深さ、ここまでですね、は2、3センチぐらいというふうに思っていただければいいですね。で、中の一番広いところの幅ですが、1メーター32、3センチというふうに思っていただければよろしいかと思います。で、奥行きですが、どうしてもこれバッテリーのハイブリッド用のバッテリーがあるんですかね、ということもあって奥行きはそれほどないんですが、それでも66センチぐらいは、用意されています。そして、まあ、この下にはいろいろ物入れが用意されていますので、多少その、車に常備しておきたいようなものはこの下にしまっておいていただくことができますね。このバッテリーの上のあたりには多少のスペースがあって、ここにもこうネットがありますから、そこにうまく使いながらですね、荷物の出し入れをしていただくこともできるかと思います。はい、カゴを持ってきました。カゴの日は、まあこのようにして普通に乗りますね。で、これがまあどれぐらい乗りますかね。1、2、まあ3つぐらいは乗るスペースはあるような気がいたします。ですからまあまあ日常使いには十分な空間はあるかなというふうに思います。で、最後閉める際にはこちらのスイッチを押していただければ、電動でこのように閉めていただくことができますので、とてもこう高級車らしくですね、スムーズに閉めていただくこともできます。